青い花は、ノバーリスの未完の小説。現代は、ハインリヒホンオフターディンゲン。詩人ハインリヒが、夢の中で見た、青い花に恋焦がれ、その面影を求めて、各地を遍歴し、その途上で様々な人に会って成長していく様を、多くの詩を織り込みつつ描いている。1800年に第一部が執筆され、その後、第二部が書き進められていたが、 作者の死によって中断された。ロマン派文学の代表作の一つである。作者のバーリスはゲーテのビルヘルムマイスターの修行時代が現実にばかり目を向けており十分に指摘でないことに不満を抱き、この作品を構想した。主人公となっているハインリヒホン・オフター・ディンゲムは中世の主人であり、1206年に ン林玄方白ヘルマン一世の巨城バルトブルク城でバルターフォン、デアフォーゲルバイデア、ボルフラムフォンイッシェンバッハラと歌合戦をして破れ、斬首されそうになったところを、皇妃の願い出によって助けられたとされる。ETA ホフマンの作品にもオフターディンゲンの現象を題材にした短編、歌合戦がある。ありがとうございます。